9月29日、30日にジュニアグランプリシリーズ第5戦ポーランド大会がグダニスクで女子 SPFS が行われ、第2戦チェコ大会を制した島田麻央がジュニアグランプリファイナル進出を確定させました。今回は49人がエントリーしており、7時間弱に及ぶ SP の5番滑走で現地時間午前9時半からの演技。なかなかシニアでは聞かないスケジュールですが、 SP では黄色の衣装でライオンキングを演じると安定感ある演技を披露し、自己ベストまで2.68点に迫る 68.81 点を記録し2位につけました。真央選手が暫定異議となってからなんと6時間後に同じく日本の千葉も根に異議の座を譲り、本当に長丁場だったなという印象を受けます。フリーは 148.87 点を記録し、合計 217.68 点、記録はクォーター着氷となって出来栄え点で減点でしたが、02年の安藤美姫以来20年ぶりの4回転ジャンプ成功へあと一歩に迫った歴史的な演技を島田は少しだけ微笑んで締めくくった。冒頭でトリプルアクセルを成功させると、続く4回転トーループも着氷。国内では小6だった21年3月に初成功させた大技を国際舞台で披露。最終盤までジャンプに大きなミスはなく、3つのスピンも最高のレベル4をマークし、坂本花織、紀平梨花、宮原さと子、三原舞依に続く歴代5位の高得点を記録し、17年の紀平梨花以来5年ぶりのジュニアグランプリファイナル進出を決めました。また SP1 位通過した千葉選手は135点66点で合計205点82点の2位。解説の方も、モネは仙台のロイヤルファミリーの一員、絶対的に素晴らしい演技、真央との差はトリプルアクセルとクワドの点数の差だけ、次の五輪の代表だろうと大絶賛。海外では島田選手同様に注目されていますが、千葉選手の場合、日本から出た男女の金メダリストの後輩がいよいよシニアデビューも近づいてきたという感じでも注目されているんですね。そんな千葉もね選手、ジュニアグランプリシリーズデビュー戦で2位、期待膨らむところです。ずっと練習してた？またじゃあ滑るからすぐね。羽生選手に真っ先に近づいてきたのが当時6歳のモネス。同じリンクで練習していた羽生選手のことを本当のお兄ちゃんのように慕っていました。